こんにちはロハス TV の時間がやってまいりました今日は車中からちょっと怖い話をしたいと思います最近コロナウイルスでティッシュペーパートイレットペーパーマスクはもとよりお米までですね スーパーや薬局からなくなっています。それも実はトイレットペーパーなんかデマだと言うじゃないですか。ある方が、ある方というかある奴がトイレットペーパーがなくなると言った、そういったことで、もう全国の スーパーや薬局からトレットペーパーがなくなりました。そういった一人のそういった愉快犯というか、それで全国で、えー、こういったトラブルが起こるわけですから、そういった今しめのですね、怖い話っていうのが、実は今からお話をする 怖い話なんです。僕が小学校の頃、黄昏時の暗い、ちょっと夕方から暗い時にかけての、こう、同級生が話してくれたお話です。ある島の、にはすごい伝説がありました。それは、ある神社の、その島の、 狛犬が、の目がですね、真っ赤になったとき、この島は沈んでしまうんだと。だから、真っ赤になったときには、避難せよと、いうことわざ、というか、昔話があったんです。伝説があったんです。それでですね、 えー、その盗賊が、その伝説を利用してですね、その村の、その島の人たちの財産を取ってやろうという計画を立て、その島に到着したんです。そして、早速、神社の狛犬の目を、ペンキで、赤いペンキで、真っ赤に、 染めて、真っ赤な目の、狛犬が出来上がりました。すると、翌朝、村人、島人がですね、狛犬を見て、真っ赤だ真っ赤だみんな、真っ赤になっているぞって、言ったんです。そして、島人はですね、 これは、島が沈んでしまう。みんな、避難しなきゃ、避難しなければ。っていうことで、避難をして、誰一人、その島には、残りませんでした。森に隠れていた、盗賊は、しめしめ、誰もいなくなった。今だ。ということで、 島の民家をザックザクと荒らしてですね、金銀財宝を取ったんです。そして、人儲けをしてですね、その島を出ようとした、その時ガガ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 どド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 ど そうなんです。地震が起きだし、そして、こんな感じで、島が揺れ出したんです。どうしたんだ、これはかあそうなんです。本当にですね、えー、狛犬の目は、ペンキの赤さではなく、本当に真っ赤になっていたんです。そして、島は沈んでしまいました。 それと一緒に、盗賊も沈んでしまったんです。あの時、盗賊が真っ赤に染めていなければ、島の人たちももっと逃げるのが遅かったかもしれません。しかし、嘘から出た誠と言いましょうか。まあ、そんな話が、 ちょうど小学校時代ですから45年前ぐらいのお話なんです僕が聞いたその話を今回のトイレットペーパーがなくなりティッシュがなくなりもちろんマスクはなくなり米までなくなったそしてそのトイレットペーパーの噂を流したのは デマだったというようなフェイクニュースという話から45年前にお話をいただいたこの話を思い出してしまいました。今日は怖い話をさせてもらいました。まあ、水素ですね。えー、本当に水素、えー、元気にやってます。 まあ、あの、ロス村村長、えー、今日も元気にやっていきます。えー、3月になりましたけれども、えー、どうぞですね、えー、コロナウイルスには気をつけまして、そして、えー、そういったデマには踊らされないようにですね、えー、きちっと、あの、情報を取りながら、えー、周りと、あの、絆を深めてですね、えー、この難局を乗り切っていきましょう。それでは、さよなら。